教科書に書いてあるやつ全部書き写して全部覚えたんです。英語7割しか取れなかったですからね、私ね。失敗できないっていうプレッシャーからね、起きるのが本当に嫌なの、毎回。雪辱を果たすっていう風に決めたんですよ。戦わないで後悔するのなんて嫌じゃないですか。ということで始まりました、もちゃチャンネルです。さあ、いよいよですね、国立の入試が迫ってきましたね。何を慶応文学部が言うんだって思われるかもしれないですが、まあ私は一応ね、千葉大学2年連続で受けてますので、千葉大失敗したのも味わったし、千葉大合格したっていうのも味わいましたから、私立と国立の両方をね、一生懸命勉強した人間なんで、よくわかるんですよね。まあ大変さもよくわかります。まあ現役の時はですね、本当に暗記っていう感じだったんですよね。センター試験も暗記ばっかり。で、科学だけが最後の方に分かってきたんですよね。ああ、こうやってやるんだとか、こうやって理解するんだってなったんですけど、まあそれも、ただし、暗記のもとになんですよね。私、いろんな動画で言ってるんですけど、有機化学の最後のですね、式を全部暗記したんですよ。教科書に書いてやるやつ、全部書き写して、全部覚えたんですね。で、覚えたら理解できたんですよ。あ、これってこういうことを表してるんだなっていうので、そっから始まったんですね。あ、わかるって面白いって思って、そこからのめり込んでいった。っていう感じですね。まあ、科学の勉強にのめり込んでいったんですよね。で、その後に数学。まあ、まさに文系でしたから、本当に数学、科学なんて一番遠かったんですけど、次に数学ができるようになったんですよ。まあ、これは本当に問題量ですね。問題演習、とんでもない量やったので、本当ずっと解いてる感じでしたからね。で、今は学校に模試とか送られてこないですよね。昔はですね、模試が学校にたくさん送られてきたので、過去の模試っていうのがボンってあったりとか、模試がセットになってるやつとかがあったんですよ。なんで、センター試験の過去問ボンとやるだけじゃなくて、その学校にある大量の模試、センター形式のマーク模試、ずらりと並んでるやつを全部解きましたからね。もうほんと何台かなんか数えらんない。そこにあるやつ全部解きましたから。そしたらできるようになったんですよ。まあ暗記から生まれた方法なんですけど、大量演習でやって、で本番で解けたんですよ。で、あとは倫理が得意だったんで、世界史はボロボロだったけど、現役時代はその倫理で何とかしたんですね。これも資料集全部覚えましたからね。隅から隅まで覚えました。倫理の資料集も何が書いてあるか、そのページに誰が載ってて、その人ってどういう考えかとかっていうのを全てわかるようにしてたんで、それで行ったんですよ。でも、頭は良くなかったですから、数学だけすごいできたんですけど、その倫理が8割ぐらいかな。で、科学が7割南部って感じだったんですよね。そうだ、地頭は良くなかったから、英語が、なんだ、そう、英語7割しか取れなかったですからね、私ね。数学の9割超えでなんとか補ったんですよね。国語も全然できなかったよね。それで70何パーセントだったんですけど、A 判定取ったんですよ、僕。で、もう大丈夫だってなっちゃったんですよね。もうなんだ、千葉大行けたじゃんって思ったら、ね、二次でボロボロでしたね。全然歯が立たなかった。で、リベンジを決めるわけなんですよ。ただ、どうせ浪人するんだったらね、まあまあ、ね、吉本で NSC 行くか、浪人するか悩んだわけですけど、で、どうせ浪人するんだったら、もっとちゃんと勉強したい。今まで英語、国語、世界史全然ダメだった。他の科目は最後できるようになったのに、これは全然できるようにならなかったから、これをちゃんとやろうっていうふうに決めたんですよ。で、だから次第文系コースにしたんですね。で、次第文系で目指すんだったら、慶応だって思って、慶応ボーイってなんか名前もいいし、ここだって思ってやったわけですよ。で、他のできた科目は、多分そのままセンター直前の丸暗記で全部いけた。直前にガーってやってできるようになったものなんで全部。同じように直前に全部ガーってやればできるようになると思って、じゃあそれよりセンターよりも難しいこっちのね、3つを上げようっていう考えで始まったんですよ。私の浪人生活って。で、まあそんなに甘くはなかったんですよね。結局のところ、世界史はボンと上がったんですけど、いや、英語結局7割でしたからね。で、国語も5割ぐらいだったのかな、現役時は。それが6割ちょっとになったぐらいだったんで、やっぱ時間があるからって伸びるってわけじゃないんで、まあ自分自身は本当に授業を取りすぎっていうのがすごくあったんで、復習が追いつかなかったっていうのがありますよね。と最後、センター後めちゃくちゃ勉強しましたね。超やりました。そこで慶応文受かって、やっってなったんですが、でそれで合格したからもういいじゃん、受験おしまいってなるはずじゃないですか。でも私は、いや、千葉大受けると、この去年味わった雪辱を果たす。
っていう風に決めたんですよ。行ったんですよ、受験会場に。このために勉強したんだからって言って、だから慶応の合格発表後も勉強してましたからね、私ね。で、やっぱこのね、国立系の人たちっていうのは、この長い戦いをね、私立が終わっても自分はまだやってなきゃいけない、辛い、ね、辛いっていう思いがあると思うんですが、ぶつけてきてください。最後です、これが。長かった戦い、決着。してきてください。わかりましたよ。怖くて逃げ出したい。まあ国立の場合はやっぱ第一志望の人が多いと思うんで、こんな抑えにするなんてやついないんで、普通はね。だから緊張もね、一筋縄ではいかないと思うんですよ。僕はもう慶応受かってたからだいぶ楽な気持ちで行きましたけど、そうじゃないですね。でも慶応のね、入試受ける時なんかも本当にね、ご飯も食べれないぐらい緊張で、もう寝れなかったですし、そういうのよくわかるんです。もうこの日のためにやってきたんですから、布団から出ましょう。これ本当もういろんな試験で味わってるから、布団から出たくないってもういろんな英語の試験で味わってきてますので、もういろんな資格合格してきたから、もう失敗できないっていうプレッシャーからね、起きるのが本当に嫌なの、毎回。その気持ちよくわかるんですけど、試験会場に行ってください。試験会場に行けば逆転合格はあります。でも、布団から出て試験会場に行かなければ逆転合格はありえないですからね。0% になる。そう。だからいつも言うんです。最後まであがいて試験会場に行ってください。受験は何が起こるかわかりません。そう。最後の最後に、ぜひ全力出してきてもらえればいいんじゃないかなと思います。そう。戦わないで後悔するんだなんて嫌じゃないですか。戦って全力でぶつかって、それでダメならいいじゃないですか。戦わずして、いや、起きれなかったんだよねとか、いや、行く気になれなくてさ、そんなんかっこ悪くないですか。それをずっと味わわなきゃいけないんですよ。一生の汚点ですよ、そんなの。だから、受験会場に行ってください。そしたら、全然自分の学力ではまだまだなんですよって言っても、受かる可能性はありますから、そこにかけて、自分を信じて、最後まであがいて頑張ってください。まあもちろんね、受験が全てだとは思わないですよ。でも受験を通して変われる人っていうのはいっぱいいるわけですよ。まあまさに自分自身そうですよね。そこで変われたからこそ、あ、この業界で仕事したいと思うようになったわけですよね。そんなのお前は成功したから言えるんじゃないか、受験に勝ったから言えるんじゃないかっていう意見もまああるでしょう。それはそうかもしれない。もしあそこでね、失敗していたら分かんなかったですね。自分がどうなっていたのか想像もできないですね。慶応受かってなかった、千葉大受かってなかったってなったらどうなったのか本当に分からないです。もしかしたらもう受験なんてっていう風になってたりとか、もう勉強なんてってなってたかもしれません。でもやっぱりね、受験で学んだことっていうのは大きかったし、実際ね、受験で失敗してもその後にこうやって一生懸命勉強してきたから、大学入った時にまあトイックやったね、トイックやすごく勉強していい点取ってね、外資系のいいとこ入れたとかね、あとは英語力すごい頑張ってつけて海外の大学にその後行きましたとかっていう人もねいたりするんですよ。なんで少なくともやっぱこう成し遂げたっていうのはすごく大きなことなんですよ、ね、苦労して何かをやったんだっていうのは必ず将来ね身になるはずですから。まあ逆にまあエフラン大学でね働いてた時とかは、まあね、その先生たちがもう本当にね温室育ちで育った子たちで、就活が最初の壁になるんですよ。人生で一番最初の努力しなきゃいけないっていうものに出くわすんですよって言われてました。だからやっぱりね、受験頑張った人たちっていうのは人生の最初の壁はもう超えてるわけじゃないですか。だから就活の時も頑張れたりするわけですよ、ね、人生のまあいろんなポイント、要所要所でここも頑張れる、ここも頑張れる、あの時頑張れたんだからっていうね、自信につながるってことがあるはずなんですよ。だからぜひ頑張ってください。最後まで諦めずにやってください。試験会場に行ってくださいね。約束です。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.